よお前ら、俺様だ。夜だけど、それとも太陽ボーボー巻いてますね。まあ、夜ってか負け方ですね。5時、ちょうど5時ぐらいですかね。はい、ここはね、姫路市の、姫路バイパス、姫路バイパスかな、加古川バイパスだから姫路バイパスの、まあ、自動車専用道路ですね。上り線、別所パーキングエリアですね。はい。ちょっとおしっこしてね、ちょっとだけ休憩してました。ではまた出発します。はい、エンジンをかける嫌がらせです。まあ、嫌がらせっていうのは冗談です。岩間さんの真似をしただけです。ついでに岩間さんの真似をして、ライト照らし。はい。はい、出発進行、那須の進行、今の山の腹巻きはおしっこよ。
ミ収集車ですね。一番屋の腹巻きはガラス玉も持っていってもらっています。珍しいですね。なんかね、昔はね、くるくる
定食の部分が一番有名です。松の家のね、朝食結構美味しいんだよ。
街中の街だって。
食事とかちょっと仮眠とか、だから24時間もかかるんですね。まあ、そういう休憩時間含み入れてですけど、まあ、渋滞もしましたけどね。やめちゃったみたいですけど、全然見てない。そんな。
してだからどうだろう、通勤ラッシュはそんなにないかな、火曜日ですけどね。
なんかあれでしょ、頭となんか胸とお尻で、なんだっけ、頭、胸、腹だっけ、小学校のなんか理科で習いましたよね。その昆虫のなんか、アリがそのなんか3つありますよ。その足、アリ、頭、胸、腹だな。あれがあれから信号機みたいに一番に色、おしっこい青とかになってるのが信号機アリかな。まあそんなアリいるわけないんですけど。でも信号機アリだったらまあ、まあいいですけど、信号機ゴキブリだったらちょっと気持ち悪いよね。お、すごい、ここから何これ、ペシャ線もあんの、これペシャ線、片側ペシャ線で、ヨン様はペシャ様と言い換えられる、片側ヨン車線は片側ペシャ線と言い換えられる、一番左まで、あれだね。
シベルトってなんか有名な会社ですよね。ベルトかなんかヘルメットとか作ってるんでしたっけ。何で有名なのか忘れたけど、なんかで有名なんだよね、三つ星ベルト。聞いたことあります。もしこれね、星を1個足したらね、四つ星になるからね、ヨン様、安倍様と言い換えられるから、もし四つ星ベルトだったら、三つ星ベルトとも言い換えられるんですけど、でも三つ星ベルトなので、三つ星ベルトとも言い換えられます。何のセラーテラシゴミの回収っぽいですね。
壁はおしっこ用ですっていう看板が地盤のようです。自体はミツパールもしくはコマさん用ですね。ジバニャン色バロンがあります。1号店誰だっけ、だと三重県のこと。
法2つの交差点って書いてある。